姉様、そうしましょう。様、それに触れては。うるさい、言われなくてもそのぐらい。心配しないで、大丈夫でしょ。その光が消えるまで、あの子たちがケイちゃんに触れられなくなるおまじないだから。触れられなく…ええ、この…よくも…あの子や私は慈しみを持たない幻のようなものだから。より強い光の前では幻灯の描く絵は儚く消えてしまうだけだから。急いで、あまり長くは持たないから。大丈夫？
お柱様。私はユメイ。消えなさい。本当に消えたくないのなら。姉様、今一度は引くべきかと。引いてどうするのよ。力を蓄えましょう。私たちも弱ってるから。そうね、別に特別じゃなくてもそれなりには精がつくものね。はい、姉様。ならそうしましょう。手を出したのは余計な色気に過ぎないもの。本当はどうでもよかったんだし。やられっぱなしで帰るのは尺だけれど、こんな遊びで手傷を負うのもよくよく馬鹿げているものね。危ない。姉様、見てください。あら、
どうなさいます？やっぱりニエの血は惜しいわね。するのは大変なんじゃないかしら。どうせこの子を守ってもあなたはもうすぐお役御免になってしまうのだし。私たちに譲りませんか？八つ咲きにしても飽き足らないほど憎いあなただけど、それなら見逃してあげてもよくってよ。そう、それが答えなの？あくまで見捨てるつもりはないと。もう一度言うわ。消えなさい。あなたたちって揃いも揃って強情なのね。消えるのは一体どちらかしらね。しないで。でも私は消えてもなくなるわけじゃないのよ。それは私たちだって同じ。消せたとしてもその力では一時しのぎ。私たちを本当に消すなんてあなたでは無理でしょうね。あなたは全ての力を使い切るわけにはいかないから。あなたが弱ればね。でも姉様。そうね。今日のところは引いてあげる。ごきげんよう。主様によろしく。やっと帰ってくれたよ。
ユメイさん、大丈夫？ええ、大丈夫よ。それよりケイちゃんこそ目が真っ赤よ。え？ごめんなさい。私がもう少し早く形になれればよかったんだけど。ケイちゃん、ありがとうございます。何？あのですね、鼻を噛んでるのを見られるのってなんだかすごく恥ずかしいんだけど。ごめんなさい。ケイちゃんももう子供じゃないのよね。ケイちゃん、どうしたの？ああ、なんでもない。それより、ユメイさんこそ本当に大丈夫？心配してくれるのね。大丈夫よ。今、なんか揺れて消えちゃいそうだったよ。全然大丈夫じゃなさそうだよ。